とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、久しぶりに、輝きを使っていこうと思います。使う装備が、これですね。ダイヤモンドの剣の、クリティカル重力、輝き虚無、です。輝きのところをリフレッシュで使ってたんだけども、久しぶりに輝きをちょっとやってみようと思います。どうだろうね。まあまあまあ、とりあえずデイリークエストやってみましょう。それでは行きますね。モブ速度が 30% 増加して遠隔が雲に変わる。で、プレイヤーは成長を持ってるってやつですね。行きます。はい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 。なるほどね。今これが、バーストボーストリングのみで戦ってる感じのやつですね。アーティファクトの、位置を変えてみたら、まあまあまあ、使えるようにはなりましたね。でもやっぱりね、何もいないところでも発動してほしいので、できれば、別のも入っててほしいところかな。プラスアルファのね、アーティファクトチャージ、ロールチャージ、入っててほしいよね。まあ、敵がね、多いところでは全く問題ないんだけど、しゃ。普段からちょっとぴょんぴょんしておきたいので、なんだろうね、それ癖なんだろうね。多分癖なんだろうけども、普段からぴょんぴょんしてた方が、なんか落ち着くんだよな。行きましょう。あ、まあまあ、輝きでそこそこ回復するね。まあ、このぴょんぴょんすると、シナジーが発動して、10万ぐらい回復するのよ、一発で。確か10万ぐらいだったよね。なので、それで回復してるっていうのもあるかもしれないけども、まあ、今のところ、リフレッシュ、別に使わずに、いけてますね。いけてるよ。オッケーオッケー。おー、なるほどね。成長がついてたか。なるほど。囲まれると若干きつい。囲まれると若干きついね。まあそういう時はこう跳ねぴょんしていけばまあまあまあ大丈夫か。輝きも発動して、でさらにシナジーも発動すると。そういうやり方だとまあまあいけるっぽいな。OK。悪くないかも。まあまあ、まだまだ使っていける感じではあるね。OK。まあキャプテンだよな、問題は。旗取ってからどういう風になるか。むちゃくちゃきついんだったら、さすがに輝きだけじゃ足りない気がするんだけどね。キャプテン探してみましょう。キャプテンいるな。いや、きつい。ちょ、待って。クリーパーがエンちゃんのやつが来ると無理だな。積むね。OK。とりあえず神秘一発目。なんだ、プレイヤー HP が 40% 減少。ちょっと辛いかな。ちょっと待て。これクリーパー来ると詰むって。あっぶねえ。いや、きつそうな場所だな。ちょっと待って、ここはちょっときつそうだぞ。まあまあまあ、最悪、ポーションバリア使っていけばいけるでしょう。OK。いけたー。サイレンがいたんだけどね。キャプテンいないね、ここには。せっかくの洞窟だったんだけどね、あぶね。せっかくの洞窟だったんだけども、キャプテンは発見できずですね。いないわ。いないね。ここまで来ちゃったけども、今のところまだ発見できずですね。ここにいることも、あ、まあ、たまにはあるよね。たまにはあるんだけども、ほぼほぼいないんで期待はしておりませんけども、まあ、一応端から端までは、探しては見るか。一応ね。で、輝きね、意外と、ヘルスシナジーと合わせれば、いける。回復できる。この HP が減った状態であっても、まあまあまあ、なんとかやっていける感じですね。なので、まあ、
法制次第ではまだまだ現役かな。あ、まあ、ただきつい場所はあるよ。どうしてもきつい場所っていうのはあるんだけども、まあ、こういう今の場所とかね、どうしてもきついんだけども、それ以外だったらまあ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 いけなくはない。うん、いや全然いけるかもしんない。 OK、 ナイス。矢がね結構欲しいところだけども、あ、でも500本ありゃ十分かな。やべえ、ジオマンサーどっかにいるな。どこだ。まあいいや、見つける前にクリアはできそうですね。あぶねえ、あぶな。で、あー、まだか。意外とここ長いぞ。うーわ、きつい。ここはきついぞ。ちょっと待って、場所をしっかりと確保しながら行かないとこれ死ぬわ。遠距離も多いし。オッケー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 。やば、危なかった。ちょっと待って、シナジーで回復をしながら行きます。危ねえ。さすがの数で来られたらね、ちょっとリフレッシュが欲しくなる。行くぞ。てかいないな、いないね。これはやばいだと思った。クールダウン、クールダウンじゃない、ポーションバリア使ってなかった。いた、名前が出た。いたいたいた。ちょっと待て、エンチャのクリーパーは無理。エンチャクリーパーはちょっと厳しい。いやー、できればキャプテンの時はねポーションバリア用意しときたかったんだけどね、ちょっと無理か。回復して、お、回復ギリしてる、ギリしてる、いけてる。 OK、 とりあえず取れ。で、洞窟か。嫌な場所だな。洞窟なしでさ、キャプテンがいてくれれば一番いいんだけど。で、何だったの？40% がクリーパーに変わるってことか。と、モブ速度が上がるね。はいはいはい。今回特に問題ないやつでしたね。うん。まあまあ、HP が下がるっていうのは、ちょっと問題ありだったんだけども。まあ、それ以外は、全然いける感じですね。じゃあ、さすがに、きつくなってきた。難易度が上がってきた。うん。中にいるでしょう。2体探しに行こう。いた！いきなりいた！調子がいいよ。どっち？ああ、こ、あいつね。目の前にいたじゃん。ちょっと待て待て待て。きついかも。これきついかも。ああ、ちょっと待って。アイテムを取るモーションに入って攻撃してない。もう最悪だ。それがあるからね。うん、攻撃ボタンも連射にした方がいいのかなとも思うんだよね。うわー。山で40%減ってる時にクリーパーのダメージは痛すぎる。ちょっと待って、クリーパー多すぎ。あ、そうか、多いんだ。エンチャントで多くなってんの。こうなると、うーん、厳しいかな。ポーションバリアないとちょっと厳しいな。とりあえずキャプテンが近くにいてくれれば嬉しいんだ。頼む。危ない、消える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 。あぶね、ギリギリだったな。ギリギリだった。一回死にました。一回死んじゃいまして、もうライフゼロですね。ここで全ての旗が、出揃ったか。あ、いや違う、出揃ってない、一個ないんだ。うん、あ、一個なしか。まあまあいいや、とりあえず旗、5個で終わりでしたね。こっちにもいないもんね。はい、ではボス行ってみましょう。死ななければいけるな。あと1回死んだら終わりだからね。ちょっと気をつけながらちょっと行ってみましょう。さすがに最後のあそこにキャプテンがいるっていうことはないんで。あー、待て。オッケーオッケー。まあ、敵の、あ、危ねえ。死ぬ死ぬ死ぬ。
撃力が増えたわけではないんだけども、おお、やっぱこっちのね HP が低いからきついね。ポーションバリアが治るまで待ちたいけども、まあいいや、行きましょう。行きます。行け。うわー、減らせねえなー。やっぱこんぐらいだよね。あ、ドラ使えば意外といける。ドラありでそこそこ減らせるわ。 OK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 、 これならいけるわ。よし、クリティカル発生して OK、 いけたー。よし OK、 ではクリアしちゃいましょう。もう横はね無視して真ん中から行こう。ちょっとクリーパー多いんで無理しないように行きます。おい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 、ちょっと待って、最後の最後なんか変なの来るのやめてよ。よし、オッケー。待ってよちょっと待って、最後の挨拶しようとした時にやめてくれ。はい、ということで今日はですね、久しぶりに輝き使ってみました。きつい場所はきつい。うん、無理ゲーになる時がありますね。どうしても強化されたクリーパー、エンチャントクリーパーは倒せないので、爆発をもらっちゃうのよ。そういう時にね、ポーションバリアが欲しくなるので、高難易度にはやっぱりリフレッシュの方が向いてるかな。そうでもないところだったら、輝きでも、まあ全然いける感じでしたね。ただし、ヘルスシナジーは欲しいところですね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。